あね、ちょっと皆さんにね、こうちょっとお伝えしたいことがありましてね。実はドラゴンプロジェクトで今回メッセージを受けたもので、漫画を、ちょっと制作して、もう今本になります。それをちょっとね、どんな感じの、ちょっと表紙ですか、それ。表紙がちょっとありますんで、ちょっと皆さん宣伝がてら見ていただきたいですね。これはね、今高校野球が大変ですよね。今コロナになってみんな嫌なもんしてね、スポーツ選手もみんな中止になったりなんかしてる中ね、こうちょっと皆さんに元気になってもらおうと、そういうことでプロジェクトとしてはこのその漫画をちょっと制作して、今これからこう世に出していこうかっていうようなね、今そういう状態になってるんですよね。これです。もう原稿が完成して、はい、今製本化っていうか印刷して製本してる感じで、もうじき、月末ぐらい、ね、怪物くんの甲子園、そうだね、これもちょっとプロジェクトで作って今世に出しますんで、あらすじざっくりと簡単にと、ざっくりいきますか。ざっくりいっちゃいましょう。ざっくりいっちゃいます。あらすじ言ったら分かりやすいから。そら、あらすじはざっくりいきますね。もう忘れたっす。いや、そんなことないけど。そんなことないし、ちょっと待って、これね、接触不良なんですよ。このね、入り口がね、入った。これね、どういうことかっていうと、3人の幼なじみ。これ、刺した方がいいですか？いいよ。これ3人の幼なじみなんですよね。で、小さい頃にある公園、神社の前のある公園、山、小高い山の、その前の公園で3人がいつも野球をする、野球少年でした。子供の頃。そして、3人でいつか甲子園を目指そうと言ったんですけど、ここの子が、この子の名前なんて言ったっけな、忘れました。ちょっとこの子がね、筋ジストロフィーっていうか、難病になっちゃって、高校生って言ったら入るとか、そう、車椅子になってだんだん体が動かなくなっていく病気になっちゃった。まあ内容を言いますね。さっきの映ってたその3人がバラバラになっちゃうんですよ。1人はこう、もう何て言うのかな、こう口も聞かなくなって、本当もうどこ行ったか分かんなくなっちゃうと。体大きいね、スポーツバンドで何でもできる子がいて、怪物くんって言われて、あだ名がね、その子がもうその中グループから外れちゃうんですよね。小学校どっちも違うで、残った2人で甲子園を目指すんですけど、でその体が動かなくなった男の子は男の子で、いろんなそのデータを集めて、分析するようなことを やろうかっていう、そのマネージャー的なものを、野球部ね、それを、考えていくと。でその時に出てた、その甲子園出てるの毎回ね、優勝校が決まってたと、連日この 3チームだかな、2チーム3チーム、それで必ず 1,2,3 フィニッシュ、もう優勝から3位までもう何年もそういう崩れることがない時に、そういう時にチャレンジする、じゃあ甲子園にチャレンジしようかってやるんだけど、なかなかね、進学校でしたっけ、この高校っていうのは。比較的進学校。だから甲子園を目指すようなそういう学校ではなかったと。それで2人がこう野球部に入って、甲子園に目指せませんかと。でその近日トロフィーの子が、どこどこの選手が何だかとデータを監督に見せた時に、あ、このデータはすごいもんだと。そしたらマネージャーとしてちょっと頑張ってみないかというふうに入って、そのもう一人の男の子と幼なじみ2人で、
野球部に入っていろんなデータをで体作りをしたり情報をやったりして鍛え上げていくんですけどね。でこの甲子園の、試合に出ていくと予選から出ていくと、その時にもう一人のいなくなったその怪物くんが突如として現れるんですね、その二人の前に。うん、その怪物くんはね、そのピッチャーとして俺に投げさせろって感じで出てきて、投げたらもう時速180キロの剛速球を投げるね、とんでもないやつが出てきたと。でその甲子園に行くのに、まあまあ全部話すってもうちょっと難しいからだけど、そういう流れで3人でねこう頑張っていくと。それで甲子園に行ってどうなるかっていうような漫画の内容ですね。だけど、みんなに希望を持ってもらえるような内容になってると思いますね。どんな時でもみんな神様がついてる、信じれば必ず強くなれる、奇跡が起こるんだっていうような、そういう漫画の内容になってますよね。それちょっとここもうあともう少しですね、販売は。そうですね、まあ、あと1ヶ月ぐらいにはできますし、あとPDF で、ホームページから、まあ、無料でダウンロードできるように5分割ぐらいして、全部で100ページぐらいだから、まあ販売もするけどそんな高いもんじゃないんだけど、まあ無料で、ホームページにアクセスしてもらったらこうダウンロードできるようにしますから、携帯でもできるしね。はい、それでどん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 見ていってもらって、心のねそういうものをこう希望とかそういうものを感じてってね、その神様のこのありがたさっていうかそういうものをね感じて奇跡が起こるっていうものをこう感じていただければと思いますね。自分らがやってるまさにそのプロジェクトのやってるそのものの内容がその甲子園のドラマになったっていうことですね。それをね皆さんこれからやっていくんで、どうぞ乞うご期待。